じゃあ、じゃあ、はい、ということで、まあ、もういろいろ聞きたいのよ。あ、何でも、まあ、例えば戦力として森、はい、ものすごく魅力を感じていて、うん、で、あの誰しも解説者も認めてる、まあ、テレビも見てたでしょ、はい、いろいろプロ野球ニュースとか、はい、あのやっぱ森っていうのがね、すごくその魅力を感じてて、でも大輔が使いたいと思わないとダメ、そのぐらいにならないとダメだよみたいなことを言ってる、素質だけじゃ使えない、うん、だから俺ずっともう使うのかなと思ったら使わなかったりとかしたけども、うん、それはどういうことだったの？やはりその最初使って使い続けるとやっぱりもちろんミスも出てきたりとかいうのはありましたし、あと確実なプレーができない、うん、もう普通にアウトにできるプレーを普通にアウトにするっていうところがこう慌ててしまったりとか、もちろんはあのファインプレーもスーパープレーも肩も強いですからありますけど、もう少しやっぱ確実性を増さないと、やはり森のためもそうですし、やっぱり投げてるチーム全体のことも考えてもそうですから、うん、だったらそのファームでもう少し落としてからファームでいろいろ経験積ましてもっていうところもありますけども、足からでも十分戦力になる、使えるよね、使える選手ですから、一軍にいながらも、まあ、もちろん試合の経験は少なくなるかもしれないですけども、走塁とか途中から行って代打とかそういう経験もやっぱ一軍でしか味わえないものっていうので、うん、一軍に置いておきましたし、うん、まあ、ずっと使い続けるっていうところは、まあ、そこはまだまだ森のそこ、そういうところですね。だから試合前もそうですけど、試合終わってからも守備コーチにいっぱいノック打ってもらったりとかしながらやってましたけどね。使いたくなるような選手、それともアピールが少ないっていう、いやいや、使いたくなる選手です。やっぱポテンシャルも高いですし、うん、だからその葛藤はありましたね。使いたいけども、あのもう少しこの、うん、なんていうかね、この確実性を増せれば大きいのになと思いながら、うん、まあ、そこを確実増すためにっていうところですけどね。でもそういう若手をさ、まあ、例えばその預かった時にやっぱプレッシャーがある、こいつをなんとかしないかんとか、プレッシャー、いや、その辺のプレッシャーはないですね。もうそれはもうそいつ、その選手だけじゃないですから、うんうんうん、みんながみんなこの今ベストな状態、チームにどうすればいいのかっていうことで考えて、中でも将来的なことを考えてありますけど、我慢してでも使うレベルが守備までいかなかっただけのことで、なるほどね。でも走塁とかはもう全然もううちでトップクラスですから、うん、まあ、使いたい選手の一人だよね。まあ、DeNA を見てるとずっとね、センターラインが決まらないんだよね、はい、なかなか。だから、まあ、例えば森牧なのか、はい、それとも、まあ、まだ違うメンバーがなるのか、このセンターラインっていうのは決まってるチームがやっぱり強いでしょ、やっぱり。そうですね、うん、安定もするし守備とかね、まあ、今年言えばセンターの小原、うん、セカンドの牧、ショートキャッチャーっていうところがなかなか決まんなかったよね、固定できなかったと思うんですね、うんうん、それは来年は固定しようと思ってる、まあ、いつでもしようと思ってるか、まあ、常にそれは固定できればベストはベストですけどね、うん、そこ出てこな、固定できないんであればこう相性とかで使っていく、うん、しかないですからね、うん、でも小原は2軍スタートだったもんね、最初ね。そうですね、そこから這い上がってきたんだもんね、まあ、去年ファームで、しんどいもんね、苦しんでるの散々見てきましたから、うん、まあ、本当今年にかける思いっていうのは強いものを感じてましたしね、うんうん、だから牧はセカンドで行くの、牧はもう不動になってるわけよね。まあ牧はそうですね、まあまあレギュラーで最後は4番まで打ったわけだからね。4番に入ってからの成績はまたグンと上がりましたから、ね、そうだよな、よく使ってくれたね。いや、もう使ってくれたんですよ。俺偉そうに言うわけじゃない。まあ後輩だからね。あの意外と自分なんかすぐ決まりましたね。オースティンが怪我して誰を呼ばんっていうところで、牧、うん、面白いね、うんうん、っていうところで、牧、まあ、にはもう呼ばんですけども、特に何か変える必要ないからっていう話をしてましたし、そこでそのプレッシャーの中でもあれだけの数字残しました、ね、そうだね、3割上げてったから、ね、上げていましたからね、じゃああとはショートだな。そうですね、ショートでキャッチャーもどうなるのかっていうね、うん、キャッチャー誰が有力なの、まあ言えないか、監督だから
有力っていうのもでも光も手術、うん、リハビリ明けですから、うん、来年は、光と峰井が手術明けですから、うん、そこに戸柱山本雄大鷹匠誰が入ってくるのか、うん、今年後半ちょこっとマシコっていうね、うんうん、若い子も初スタメンで結果残しましたもんね、うん、決め入れてないですねまだ、うん、まあそこら辺は楽しみだよね。そうですね。ただやっぱりこう強いチームっていうのはキャッチャーがある程度100試合以上は出るようなキャッチャーを抱えてるよね、はい、そうですね。いるよね。昔は谷繁さんがもうフルで全部全試合っていうのがありました。今はそこまで、うん、でもやっぱり最低100試合しっかりとマスクかぶって引っ張れるっていうキャッチャーは必要ですね、うんうん、それはやっぱり見つけて育てようとしてる。そうですね。育てないといけないですし、うん、バッテリーコーチ相川が戻ってきますから、うんうん、まあ、その辺でしっかりとまたそういう選手を育てないといけないと思いますけど、ね、まあ、楽しみだね。でもね、楽しみの方です。なんか相川とか名前が出てくると、はい、おお OB やなとか、はい、石井拓郎もそうやし、斎藤隆もそうやし、鈴木もそうやし、すごいな。そういう意味ではなんかスペシャリストが帰ってきてるっていう。ああ、まあそうですね。ね、なんかそのバランスだと思うんですよね、うん、前向きもの方も大事ですし、でも早抜きの方ですけど結構他球団でいろいろ経験積んでまた横浜に戻ってきてもらいますから ね、 そうだね、はい、まあだけど森をどうにかしてほしいな。いや、なんとかしないといけないですね。でもとんでもない暴投を見てるからね俺は、うん、あれな、え、どこ投げたのみたいな、まあ、ちょっとやっぱりリズムが狂ってしまう時があるんですよね、うん、でも三遊間の打球でもこれ間に合わないっていうところからもう強肩で当たりしますから、まあね、まあ、すごい魅力です、うん、ある選手ですね。あの広島に小園がいるじゃない、はい、ショートに。ああいう感じになってほしいなっていうふうに思ってるんだけど、うん、そうですね。それだけのものは持ってますね。やっぱ物は持ってるんですね、うん、広島と戦う時っていうのはどうだったの今年。どこがどのチームが嫌だったの。だからこのチームはなんかこう組みにくいなっていうのがあった。いやいや、最下位でしたからどのチームもまあそうか上に言いましたけど、特にやっぱヤクルトは特には負け越しましたね。でも途中まではそんなに負け越しはなかったんだよね。後半バッとこうかなり差を開けられましたし、うん、ヤクルトは終盤になかなか点が取れなかったですし、うんうんうん、まあ、リリーフ陣も良かったですし、うん、まあ、いやらしい点の取られ方というか、うん、ヒット数はうちの方が多くてもそうだよなっていうところがよくありましたよね。いや、打つのはよく打ったよね、うん、やっぱチームバッティングっていうのが非常に大事だなっていうのは身に染みて感じた。ありましたし、だからこの周期トレーニングで、うん、そこを重点的に攻撃の方、うん、コーチにやってもらいましたから、うん、いや最近野球見てるとさ、自由に打ってんなって思うわけ、うん、みんながノーアウトランナーセカンドでもさ自由にレフトの方向打ったりだとかさ、一塁にいるのに流したりだとかさ、それは何チームバッティングとして右打ちとか、はい、そういう重要性はすごく感じてる。そうですね、感じてますし、サインだけでなく、うん、それからみんなが意識を持ってやらないといけないと思いますし、この場面で最低限ここはやろうっていう、その最低限ができた中で結果最高な結果になればもちろんなおよしって感じですけど、やっぱ最高を求めすぎて、いい結果ばかり求めすぎて最低限もできなかったのが今年かなと。なるほど、うん、それができない時に誰が怒るの。いや、そこはコーチから話はしてもらってますし、うん、コーチは怒るの。怒るっていうか話はしますね、うん、なんでできないんだって。なんでできないんだ。いや、そこをできるようにしてもらわないしないといけないなっていう反省はみんなでミーティングもしますし、うん、監督から選手を怒るっていうことはそんなにないの。ないですね。もう担当コーチ にちゃんと話をしといてくれっていうふうに言うの。まあ、青さんにも話もヘッドに話もしますし、うん、ヘッドからコーチの方に行ってもらって、うん、コーチから選手の方にっていう。なるほど。ありますし、まあ、桑原がボーンヘッドで走れなかったりとかの時は監督室で2人で話もしましたし、なんか厳しく言ったの。まあ、厳しくっていうか、まあ、どうなったりはしないですけど、うん、去年どういう気持ちでやったのかっていうことをねもう一回話をしてあいつ何つってました。まあ、で本人も反省して分かってるんですよ。まあまあそうだね。でも
でもそこだって話で、もう打たれ打ち取られて自分がね詰まってポンポフライ上げたら悔しいのは分かるけど、フライ上げた時点で終わりじゃないぞ、うん、フライ上げた時点でまだアウトでも何でもないんだからっていうところで、何があるか分からない、ああいうことが起こるんだからっていう話を、もう二度とすんなと、そういうふうに姿を見せるなっていう話は本人はすごい反省しましたけどね。監督室に呼んだのは桑原だけ、桑原が一番、まあ、あとはそうですね、桑原が一番多かった人ですからね。なるほどね、まあ、桑原はもう怒ったってあいつは気持ちがあるプレイヤーだから大丈夫だよね、はい、あいつの性格がいい性格してるもんね、本当に一番バッターって感じの性格します、うん、でもこれだけは言っといてほしいんだよ、はい、ファインプレーした後にボール叩きつけなくていいから、あれも言いました、あ言った、あそこは冷静になれと、あれ多分熱くなってたんですよ、熱くなってんだから、あれが記者の方にも聞かれましたけど、まあそこはねそれも言った言いました、言いました、なるほど、安心しました